はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は僕の大好きなこちらレストランバークさんにですね、本日も訪れておりまして、今回4品注文させていただいております。まあね、めちゃくちゃうまそうです。いろいろとね、お話は食べながらするとしてもね、出来たて早速こちらいただきたいと思います。うまそう。ちょっといろいろと行きたいんですけど、ひとまずこの僕の大好きなですね、このバークさん特製のカレーですね。今回ちょっとカツカレーなんですけど、ダメだ、もうこの香りでよだれが止まんない。あ、うまこれね、個人的に大好きなんですけど、うまいな、めちゃくちゃうま。僕らのカツと一緒にね、うん、うまっ、うん、ダメだ、あ、止まんないわこれ。うん、うまっ。このバークさんのカレーはですね、お店でこだわって作って煮込まれたね、スパイスカレーなんですけど、26種類も配合して作ってる。このルー煮込むのも相当時間かけてるんですもんね。3日。バークさんのカレーは他じゃ絶対に食えなくて、で今回ちょっとカツカレー初めていただいたんですけど、もちろんしかも注文でね、注文してあるんですよ。これね、一瞬で今日なくなっちゃいますね。常連さんとかのツイッターとか拝見すると、もうカレーめちゃくちゃ出てますもんね。有名なね、SNS でもこうバズるようないろんな美味しいメニューあるんですけれども、まずこのね、僕個人的にカレーを食べていただきたい、このね、千切りのね、キャベツとかもうめちゃくちゃ合うんですよ。うまっ、うん、うん、うまっ。今回いろいろと注文してますので、彼だけじゃなくていろいろ行った方がいいですよね、出来たてをね。せっかくなんで、このチーズハンバーグ、これも結構僕回数いただいてますけど、これもね、うまい、本当にうまい。ちょっとこの、あ、やらっこいな、この出来たて焼きたてのハンバーグ、皆さんにちょっと断面をお見せしたいんですけど、うわ、このすごいですね、やっぱりとんでもないチーズ、うわ、ちょっとこれもかぶりついちゃいますね。うわ、いただきます。肉汁すっごっ、うまい、これお米だ、うん、うまっ、うん、うまっ。ソースも美味しいんでね、このキャベツあえたものだけでももう十分おかずなんですけど、これちょっと全部合わせちゃいましょうか。ソースとキャベツとハンバーグと、うん、うまっ、揚げたて、揚げたてベーコンカツ、いっちゃいましょう。やらっこ、やらっこ、うまっ、あ、うまいな、やらっこい、
うん、あーつまんね。こちらのバスさんですね、定食と注文される際、ご飯ね、大盛りだと約ね1キロぐらい持っていただくんですけど、もう半分もうないですね。あっという間です本日最後かな、一品まだ手つけてない。じゃあ、ね、焼肉ですね。絶対これお米ですよねうまそう。あ、うまっ。うん、あ、うめ。うまっ。たまんないなこれ。撮影を始めてまだ14分なんですけど、半分なくなっちゃったな。いろいろ本当今日ね、もっと紹介してもらおうと思ったんですけど、がっつきすぎてほぼ無言ですねもううますぎんだよな。多分まあおそらくなんですけど、僕がいつも動画でいただく際にはこの一品物とかね、定食系をお願いする場合が多いので、それ以外にワンプレートみたいな特性というか、一皿でね持ってあるような定食もあるので、そういったの含めたら5割ぐらいのメニューしか食ってないですよね僕。まだまだいっぱいメニューありますもんね。毎回撮影来るたびにまだ食べたことないのをもっと注文しようと思うんですけど好きなものがやっぱある分そっちも頼んじゃって、なかなかこの開拓、メニュー開拓進んでないんですけど、次回こそはこのワンプレートのメニューですね、このあたりもちょっと食べていかないとなまた一回ガッツキタイムに入ります。
昼間だな。どうしよう。今注文入れね、いただいたあのカツカレー食べ終わりまして、もうほとんど終盤戦ですね。お疲れ様ということでですね、本日は僕の大好きなこの鶴見駅もうすぐにございますレストランバークさんでですね、今日パッとメニューを見て食べたいなと思ったこの4品ですね、完食させていただきました。めちゃくちゃ美味しいです。やっぱり美味しい。僕自身もですね、このバークさん大好きで、自分の動画でもう3回撮影にお伺いさせていただいてますけれども、毎回ね、この4品5品注文するんですけど、それでもなおまだまだ食べたいメニュー、尽きないぐらいですね、素敵なお店でございます。電車であればもう本当にね、お店なんかは駅からすぐですし、気になる方はですね、ぜひこのバークさんで美味しい料理食べに来てみてください。一番有名なところで言うと、多分あの分厚いハムカツとかね、あの知ってるよって方も多いと思うんですけれども、今回のね、このようなおすすめ商品、僕の参考にしていただいてね、いろいろ冒険してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。